昭和島昭和塔とは、中国東大に、長安城内の大御莫福寺境内に、渓流中に混流されたレンガでできた塔である。長安城の白坊では、中央部に近い、左外の安妃と死坊の西北部にあたる、莫福寺の死因である太院に建てられた。塔の中層が、父、高僧の追善のために莫福寺を造営した時、宮人たちに銭を募って建てられた。 すべて線で作られ、15層88メートルの優美な形をしていた。小木福寺に重した山蔵、義長が、仏舎利や経典、仏像を安置するのに使用したと考えられる。上にまで登れるが、それを題材にした死は、ほとんどない。北層の時に修復されたが、秋代の地震などによって崩壊し、高さは、現状で13層43メートルとなっている。 大ゴ福寺の仮覧は変則的に配置されており、昭願島は安姫と死亡にあるが、大ゴ福寺は北隣の開花棒にあった。一名を華厳島とも言う。壮大以降、しばしば地震島で被災しており、数字の重修を経て今日の姿となっている。その中でも著名なのは、明の火星34年に記された東火層に残る大気に見える。 地震の被害と復旧にまつわる逸話である。それによれば、地震によって塔が二つに裂けたが、再度の地震によって元の姿に戻った、という。聖火末年に起こった地震で、塔に反対側が見えるほどの亀裂が走ったが、聖徳末年の地震により、一晩で塔が復旧した、と記されている。大後も次は、中華民国時期に廃事となったが、昭元塔は、 文化大革命直前の1964年から2年間で、党の大修復が行われ、二つに避けていた党の本体は現在のように修復された。現在は旧、大誤福寺の境内全体が西安博物館の区域内となっている。西安博物館は入場料は無料だが、中国国籍の人は公民証を、外国人はパスポートを提示して、 入場券を手に入れなくてはならない。小岩塔は一番上まで登ることができるが、2016年9月、現在30元の入場券が必要となる。入場券は、西安博物館の入場券発行所の隣か、小岩塔に隣接する建物内の売店で購入できる。最上階である13階は、地震で崩れたため現在屋根がなくなっており、 屋上のようになっている。2014年にシルクロード、長安天山回廊の公益路網の一部として世界遺産に登録された。2019年12月21日現在、島内へは入場禁止。ありがとうございます。